ははい、えー、それでは1月22日に行われますバトルジェネスボリューム9対戦カードを発表します6 1 2キロ以下契約5分3ラウンド清水俊一対広山は五5 5キロ以下契約5分2ラウンド田沼亮介対渡辺達也7 7 1キロ以下契約5分2ラウンド中台対伊沢久人 59キロ以下契約5分2ラウンド久本慶三対シュートボクシング協会より現シュートボクシング日本フェザー級ランキング1位崎村五十56.7キロ以下契約5分2ラウンド上原雄介対宮本大輝 7 0 3 k ロ以下契約5分2ラウンド上田敦史対平慎一以上の対戦カードが決定しましたなお小谷直之選手の出場も決定しております、えー、現在対戦相手を調整しております、えー、それでは初めにリングス事務局岡田道隆よりファイティングネットワークリングス前田晃代,代表からのコメントを代読していただきます えー、初めまして、えー、リングス事務局の,、えー務局のえー、岡田道隆と申します、えー、本日代表の前田明が急遽会見に出席できなくなったため、えー、代わりに私リングスの岡田が代理として前田のコメントを読み上げさせていただきます、えー、来年3月9日高楽園ホールでの活動再開が決定したリングスに続き、えー、リングスの若手育成発掘大会として開催してきたバトルジェネシスが1月22日に行われます 本日発表する対戦カードもかつての大会のようなバラエティーにあふれた選手が出場してくれますまずシュートボクシングから現役ランカーの崎村明人選手が総合格闘技に挑戦します韓国からは業務提携をしたロード FC からプロシュートで活躍したカン・ジョンミン選手ドリームにも出場したジョン・ヨンサム選手が来日しますさらにレスリング王者の大沢茂樹選手日系ブラジル人として柔術黒鬼の広山ニ和選手 ジェストからはフライ級王者の田沼亮介選手、清水俊一選手と山本由貴選手、そしてリングスバトルジェネシスでプロデビューをした小谷直樹選手の出場も決定していますまた私が開催している「ジーアウトサイダーからは7075チャンピオンの伊沢久人選手と渡辺達也選手が出場します今から楽しみなマッチメイクが組めたと思っています。 この大会の結果次第で3月9日の降楽園大会の出場を検討したいと思います。ぜひご期待くださいとのコメントをいただいております。はい、ありがとうございました。えー、それでは、えっ、ー、と選手の皆さんに一人ずつコメントをいただきたいと思います。えー、グランドスラムクルーの田沼亮介です。はい、じゃあ、えっとちょっと久々の試合になりまして、はい、あとパウンドをちょっとあのゼストでは初めてなんで。 はい、あのー、その辺を頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、グランドスラムの中大です。えー、っと新年一発目の抗議ということで、どうかんと盛り上がるような試合をしたいと思ってます。えー、よろしくお願いします、えー。総合格闘技ウルノ道場の清水俊一です。で相手は強いと思うので頑張りたいと思います。はい。えー、と対戦相手まだ決まってないんですけど。 えとまあ自分がデビューしたリングス、リングスでしたとき10代だったんですけど、今もう30になっちゃいましたんで、やっぱその10年ぐらい経ったぐらいのやっぱ進化した自分のリングススタイルを、やっぱ見せたいと思いますえと田沼選手と中台選手と戦います、アウトサイダーの選手からのコメントも届いておりますので、岡田さんよりコメントを読み上げていただきます。 すみませんそれでは代読させていただきますはじめにですね中田選手と対戦していただきます伊沢久人選手のコメントから読み上げさせていただきたいと思います今回のバトルジニシスから念願だったプロ格闘家としての道が始まりますがここからがスタートなのでいいスタートが切れるように頑張りたいと思います続きまして田沼選手と対戦していただきます渡辺達也選手のコメントを代読させていただきますアウトサイダーの試合をお見せします以上です はい、ありがとうございます。えー、それでは、えー、記者の皆様からのコメント、えー、質問を受けたまりたいと思います。えっと相手の渡辺選手なんですけど、多分アウトサイダーのあのリングで見たことがあるんですが、ちょっと打撃が強い選手としかまだわからないので、ちょっと DVD と借りて研究年末にしたいと思います。えっ、ー、とコメントについてはあのアウトサイダーらしくってことなんで。 じゼストらしく戦いたいなと思ってます、はい、えとまだ試合はちょっとチェックしてないんですけども、えー、アウトサイダーのチャンピオンということで、あのー、気合い入ってると思うんで、えー、いい殴り合いができればなと思ってます正直ちょっと映像とかちゃんと見てないんで分かんないんですけど柔術家らしいので。はい 頑張っていきます九月ぐらいに試合がある予定だったんですけどちょっとあの七、ー、月八月でちょっと腰やっちゃって立てないぐらいまでなっちゃったんでとりあえずは先のことよりはもう目先のことではいしっかり勝っていきたいと思いますまあ先のことはちょっと考えてないです <laughs>、えー、そうですねとりあえず一、えー、月の試合に集中して、えー、もうその日出てる 選手の中で一番いい試合、盛り上がる試合をしたいと思ってます。おす。えー、そうですね。まあ、やっぱり試合が組まれることは選手としてもすごい嬉しいことなので、あのー、組まれるような試合をがまずできるかどうかが今回1月にかかってくると思うので、そこで頑張っていきます。まあ久しぶりのリングスなんで、まあ。 リングスのデビュー当時を思ら出した勢いにある試合を見せたいと思います。<laughs>